12月30日生まれのあなた、お誕生日おめでとうございます。お花大好きお花くんこと神宮寺志丸です。さあ12月30日になりました。あなたの誕生花は亀のなる木です。これはですね、この亀のなる木の葉っぱがちょっと硬貨に似ているということから金のなる木だという名前をつけた。なので、まあ、部屋なんかに飾ると、まあ、お金持ちになるよというようなことで売られてるんですね。ぜひ部屋に飾っていただきたい素晴らしい植物、金のなる木、あなたの誕生花です。花言葉は一攫千金です。いやー来ましたね、一攫千金、いい言葉、当てるんですよ。あなたはそういう星のもとに生まれてるんですよ。いや、これはもしかしたらもうすでに当ててらっしゃるのかもしれないです。一攫千金、当ててーなー。うわー、おめでとうございます。